おい今日はね、梅田のカッパ横丁の方にね、関係のカッパ横丁ね、はい、なんなんこれ、これ知らんねん。なんかすごいね、こう飲み屋さんと、うん、この古書の街なんていろいろ古本屋さんがあるわけですよ。だから F1 グッズが梅田で僕バイトしてて、うん、F1 グッズの店どこですかって2回聞かれてんねや。うわ、 F1 って書いたあれやで、キャップかぶった親子。あの F1? え、あの F1? フォーミュラー1ちょっと見に行こうやつ。じゃあこっちで会ってんの知らん。おい、それを取って皆さん F1 好きの人に対して大阪にはこんなとこがあるんだよっていうことを教えてあげましょう。あとガンバの、うん、ガンバ大阪の遠藤選手、うん、とか香川選手が来てるトマト専門店がある。トマト料理専門店、それはいいです。わからなくなりました F1 の店。なんかもう飲食街になってる。腹減った。見つからなかったんですが、ついに見つけました。カッパです。ダイスポさん、ここにいますよ。ここです。うっせっ。あっ、けどな、うまいんや。おじさんの匂いがする。けどさ、F1 の店ってさ、 あれ、フェラーリのエンブレムやで。ほんまや、F1 の店って大阪でしかないんかな。大阪でここしかないんちゃう。大阪にしかないことはないやろ。大阪でここしかない。イタリアとか行ったらあるやで。そういう話してんじゃん、日本の話。すごいですよ。店構えこんな感じですね。一発ドクしてます。え、ということで、ここにカッパ横丁には F1 の店があると。はい、興味がないので入りません。興味がある方はぜひ大阪に来てカッパ横丁を訪ねてみてください。